時刻は12時になりました。こんにちは、土田照之です。FM93AM124 二東京有楽町の日本放送から本日も生放送でお届けしております。さあ、えー、今日はですね、東京マラソンが開催されたということでですね、もう大変ですね。もう毎年の恒例行事のようになってますけども、日本放送の周りをね、もうあのランナーの方たちが走るんで、日本放送に来るのがね、本当大変なんですよ。もうなんならあの、帰りもね、 今年だと一般ランナーがね、新型コロナウイルスの影響とかもあって、ね、走ってないってこともあるんで、多分、あの、終わるのも早いんだと思うんですけども、帰りもまたね、大変だったりするのでね、えー、この番組ね、もう毎週に、毎年、毎週日曜日だから、ちょうどこう、毎年重なるんですよね、東京マラソンと。なんでね、もうさすがにこっちももう懲りたということでね、もう来週、来週じゃない、もう来年からはね、もう生放送はしないということでね。<laughs> まだ番組続いてたらね、来年もね。 続いたらもうやらないってことですね。もう録音か違う番組ということでね、お願いしたいと思います。さあもうね、新型コロナウイルスの影響も出ておりますけれどもね、もう多分この後のね、ニュースのへそで、その辺はね、やると思うんですけれども、最近というかね、まあそうだ、先週ね、まあ、スペシャルウィークで4時間あったんですけども、ね、ノロカヨが来てくれて、そしてもうあの、RG がね、来てくれて、まあ楽しかったっすわ。やっぱあの、リスナーの方もちょっとね、 大丈夫なのか4時間 RG でっていうね、スペシャルウィークのゲストかってなったけど、ま、相当喜んでくれたと思いますし、もう僕もやってて楽しかったんで、本当に RG をまた呼びたいと思います。そしてね、日向坂46の斎藤京子がですね、ま、ちょくちょくこうコメントを寄せてくれて、で、本当はだから日向坂のね、あの、ラジオ番組が、あの、収録があって、その時に撮ったんですけど、え、だから他のメンバーもいたんだよね。 いたけど、まあ、多分俺が大体この番組であの、京子のエピソードすごく話してるのもあって、ちょっと、じゃあ京子にお願いしますってことでスタッフが、ピンポイントでお願いしたけど、なんかあの、本人も、この番組出たがってたということなんで、もうぜひね、またあの、機会がありましたら、あの、他のメンバーも、もう何人でも構わないんでね、日向坂のメンバーも。そしてね、もっとぶっちゃけると、あの、欅坂のね、キャプテンの菅優香もね、1月ぐらい来るって話だったんですよね。舞台の告知があったんで。 で、そういうふうに言ってて、え、なんならもうちょっと来週急にあの、菅井さん来るかもしれません、なんて話で。で、来週になったらあの、菅井がちょっと忙しくてみたいな。え、なんなんだよって。お前らから言ってきたんじゃねえのかよ、みたいなね。たたなそうなのこっち別に告白もしてねえのに、<laughs> 勝手にそっちが来るって言って、これなんだそれみたいになってね。ま、あそんうなうのは多々あったりしますんでね。またあの、機会ありましたら、欅坂のね、方なんかもね、告知があったらぜひぜひ来てくださいっていう感じでございます。 あとまあね、最近あってね、ちょっとびっくりしたことって言ったらですね、あの、最近ほら、芸能人なんかでもね、みんなほら、YouTube なんか始める人が多いじゃないですか。まあ、そんな中ね、ちょっとあの、僕の身内でもあります。まあ、後輩の。元ヴィンテージの竹井俊介っていうね、まあ、通称俊っていうのがいるんですけど、俊が YouTube 始めたって、これ、聞きまして、やつから。わ、そうなんだ、そっら。まあ、あの、やつは趣味がちょっと釣りなんで、その釣りのチャンネルを立ち上げたんですって言うから、へぇ、つって。で、タイトル終わったら、釣りゲバービーっていうね。 ど,どうやってそれを見つけるんだって話なんですけど。でそういうのをね、始めたということで、え、うん、じゃあもうなんか機会あったら俺出るよつってって、俺釣り興味ないけど、なんつって。だからっってね、その登録者数が増えるわけじゃないだろうけど、俺別に数字持ってたりとか、そういうファン持ってるわけじゃないからさ、なんつって。で、主人、今どれぐらいいるのよ、なんて聞いたら、まあ、現時点今日ね、さっき調べてもらったらですね、えー、と、登録者数が136人ということで。これは、ね、もちろん多いわけですね、芸能人で136人は。激少ない激少ないですか、これ。<laughs> ほんでなんかね、調べてもらったら、あの、5ヶ月で4回あげてるっていうね。月に1回もあげないっていう。どうもあの、次のチャンネルなんで、なかなかそのなんか山とかね、海とか行って多分釣りするんだと思うんですよ。で、やつはあの、普段あの、僕の同期アンバランス山本さんのやってるあの、六本木の怪しいバーで毎日のように働いてますから。夜ずっと働いてるんで、なかなか釣りも行けないでしょうから。そこで、YouTube やった方がいいじゃないですかそうなんだよね。本当そこで芸人も集まってるから YouTube ね、中継とかしたら、 結構盛り上がると思うんですよ。みんなあの、ノリノリでやってるから。ね、飲みゲバビーやればね。釣りゲバビーやったんでそしたらね、その時聞いたのが、その136人しか登録者数いないって言ってたんだけど、なんと、あの、前、元ね、その、ZOZO の社長の、前澤さん、前澤社長が、スポンサーになりますってこと、コメント来たんだって。ええ、マジかよってなって。 見てくれてるんだと思って、その行ってきた前澤社長っていう人を調べてみたら、その人が登録者数8人だったんだって。<laughs> 絶対なりすましじゃねえかっいや,いや本当の祖母の前澤さんが8人なわけねえだろう絶対偽者じゃねえかってなったんだけど、やっぱしょんのね、一応ね、お願いしますって返しといたって言ってたから。<laughs> 特に、ね、その後の返信はなかったようですけどもね、まあ。そんなんもあるということでね。あとなんかその、なんかネットの方とかね、あまりもよくわかんないからあれなんですけど、 よくほら、ネットニュースとかって、この番組なんかもね、なんか放送終わった後にこう見ると、なんかどうでもいいことあがったりとかするじゃないですか。なんか土田ナイキのシューズ買えないのかみたいな。はぁと思って。<laughs> <laughs> 僕は別にその記事は読まないんですけど、そのタイトルだけ見てはぁって毎回思ってるんですけど、あれって、なんかよく言うのが、なんかその人がこのニュースをこう読ん見たりとかすることによって、この人ってこういうのが趣味なんだな、こういうのが好きなんだなっていうのを、このコンピューターが。 はじき出して、この人にはこういうニュースを送ろうとかあるのある広告はあるって言うじゃないニュースもでもありますよね。やっぱあるんでしょう、はい、俺そういうのを聞いた時にちょっと一つ疑問に思ったのが、俺そのヤフーニュースみたいなのをパーって見てあんま開かないかってするんだけど、よく出てきてこれ誰なんて毎回思ってんのが、元相乗りのモモっていう人なんだよ。すごい記事見るんだけど、俺その人の記事一回も見たことないのよ。開いたことないのよ。LINE ニュースとかで。ラインニュースとか,、ね、スとかでそうだから、そんなの。 元多分相乗り出てたもさんって言ったんでしょうけど、俺知らないのよ、その人。すごい出てくるんだけど、誰何やってる方だから断片的に知識が増えますよね。そう、だから、でもちょくちょく出てくるから、元相乗りのもって。恋してるとか別れたとか。そう。知らんしって思うのだからってテレビとか見ててもラジオとかでも、元相乗りのもさんのこと,と、合わないし、見かけないし、ニュースだけ出てくるんだけど。 何されてる方なのもう、<laughs> 和田アッこさんじゃないけど。<laughs> あなた何されてる方と思って。のね、何されてる方なんですか元アイヌのモモさんって。モデルさんなの元アイもよくわかんないですもんね。そうだから、アイヌを見てた人は、ああ、元アイヌだってわかるかもしれんけど、見てない人からしたら、誰ブロガーそ、その人が、恋がどこうが必ずその記事になるんだ。でもやっぱブロガー、人気ブロガーになるとそれだけ見る人も多いから、 記事ではやっぱ上がってくるのか。アクセスされるとかことですよね,ねえ。うん、やっぱみんな気にして見るんだ。俺は全く気にしないから見ないけど、それだけずっと気になってたんで、ちょっと今日分かったんでよかったです。さあ、それじゃあ今週も、<music> え立、ー、力田テレビ、日曜のへそ、えー、今週のメールテーマはですね、まあ、先週のゲスト、大物女優の野呂佳代さんがね、え野呂佳代さんも YouTube 始めてですね、そのチャンネル登録者数がですね、残念なことになってて、まあ、とにかく大田頃でだいたい YouTube 始めてる人、だいたい残念なんでしょうね。野呂 <laughs> さんは何人ぐらいいたんですかっけね。 7, 人あらすごい旬のつり毛ばビーよりも全然多いじゃないですか。 すごいな。でも、まあまあ、ノル的にもね、YouTube 的にもそれは残念だということなんで、えっ、ー、と、今週のメールテーマはですね、私の残念エピソードです。え、例えば、思い切ってかけたパーマが残念な仕上がりになりました。とか、えー、楽しみにしていた家族旅行がこの騒動で中止に、残念とか、何ヶ月も大事に育てた、え、家庭菜園の野菜が激末でしたなどなど、え、あなたのね、残念なエピソードを教えてください。え、また、え、恒例の今何してるメールの方も募集しております。メールのあて先は、へそアットマーク 一二四二ドットコム、へそアットマーク一二四二ドットコムまでです。住所、氏名、年齢、職業を書いて送ってくださいということで、本日も最後までよろしくお願いします。さあ、それじゃあ、リクエストいきましょうか。えー、この週はですね、先週のリクエストがたくさん来ていて、紹介できなかったものがね、たくさんあるということなんで、その辺をかけていきたいということでございます。ええー、と、これ、ラジオネームイエローイーグルさん、えー、埼玉県川口市の方。えー、尾崎豊の十五年。 この歌は、えー、憧れましたね。15歳で盗んだバイクで、えー、走り出すってかっこよすぎますよねって。えー、憧れて毎日聴いていました。えー、ぜひ、リクエストを、リクエストし、流してほしいです。そして、金消しが欲しいですって書いてありますけど、金消しの方はもう送らないです。ね。それは先週までなんでね。ということなんで、えー、っと、ラジオネームイエローイーグルのリクエストでございます。尾崎豊で15 まあね、東京マラソン、大阪選手がね、日本記録を更新したということなので、まあ最終戦のね、え、ビワコ、え、毎日マラソン、この結果次第で、まああの、3人目の代表が決定するということですね。あと、まあやっぱもう今はもう世間的にもね、新型コロナウイルスですよね。もう学校の方も臨時休校だったりとか、まああの、イベントフェスなんかもね、もうどん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 こう、今休む形になっていってますけれども、でもなんか、 ね、国の方から、もう安倍首相の方から、そういう,こう対策というか学校なんかも休んだりとか、そのね、間の共働きの人たちに対するしね、あの、お金の方とかもなんかそういうのをね、ちゃんと用意してとかっていう話もありましたけれども。でもなんかこう見てると、まあまあ新型のね、ウイルスだから、これはもうしょうがないことだと思うんですよ。こういう対策って。でもなんか、なぜコロナウイルスだけの報道ってちょっと思うところもあって、 無新型でね、その薬があってどうこうとかいうこともなかったりとかして、これからだからその薬とかね、新薬作んなきゃいけないとかいろいろあるんでしょうけど、あとまああの、あんまり広がらないようにね、なるべくこう、少なくして、あの、収束していくようにってことでこの対策は全然いいと思うんですけど、俺報道が、なんかその、都道府県のコロナウイルス感染者が増えましたみたいな。何々県で何とか。で、何々県であの、亡くなられた方が1名いらっしゃいますとかってやるけど、 インフルエンザはどうなんだろうね。なんかもうコロナウイルスだけじゃなくて、俺インフルの方とかも知りたいんだけどと思って。都道府県で。はい、そしたら絶対インフルエンザの方が感染してる人多いでしょ単純に見て。だって単純に自分の目のま、身の回りでコロナウイルスに感染してる人今んところいないんですよね。だってインフルになる人いるし、だってインフルはまだその薬がね、タミフルとかあったりとかするってことになるかもしれないけど、でもインフルで亡くなる人もいるわけじゃないいっぱい。 だその数字で出たときに、じゃあコロナウイルスってどれぐらいなんだろうと思って。死んでしまう割合とかね。で、今ほら若い子、子供とか死ななかったりするじゃないですか、今のところ。これからね、変異とかしてくるかもしれないから、ウイルスが。で、結構年配の方とかが、そうやって亡くなる方が多いので、そうなったときに、ほら。 なんか専門家とこのテレビ見てる時も、子供の学校を休校することはどうなんだろうみたいなのを言ってる人いるけど、でも子供が感染して、その子供からね、家にいるおじいちゃんおばあちゃんに移ることがあって、おじいちゃんおばあちゃん亡くなることもあるわけだから、なるべくね、感染は避けた方がいいから、まあまあこの1週間、2週間ね、まあみんな、ちょっとこう家でいましょっていう流れなのかもしれないけど、でも今日のね、東京マラソンなんかも、なんか走る前に、あの、小池都知事が、あの、テレビの前で応援してくださいねって、さらっと言ってたけど、 結構ね、思ってる以上に人いましたけどね、この周りなんかも。だからまあまあその辺もね、だからつも全員家にいろとも言えないしね。うん。あとさ、あの、この新型コロナウイルスってさ、子供が結構その咳とかが出ちゃって熱が出ちゃって、検査させてくださいって言ったのに、検査されさせてもらえないっていう報道もあるじゃないですか。 なんかその中国の人とのこうね、接触したことがあるのかとか、なんかこう中国に行ったことがあるのかとかっていうのがないとなかなかってなったら、じゃああの毎日発表してる人数って何なのと思って。そうですね。ね、だって過去例新型コロナウイルスもいっぱいいるわけでしょそうそう、ね。かもしれないってことだもんね。ってなったらあんだけ毎日なんか、 都道府県で何々県で一人増えましたとかって言ってるけど、そこの正確性が何があるんだろうなんてね、思いながら。あともうね、最近それの関してのなんか嘘の情報も多かったりするし、まあ、マスクがなくなってるのはもうそれはね、もう事実じゃないですか。感染しないようにで。あともっと言ったらそれは新型コロナウイルスだけじゃなくて、インフルエンザもそうだし、あと風邪も流行してるのもあるだろうし。だそれはまあまああれだけど、トイレットペーパーね、今ね。 だってあれだって、そのマスクと同じ素材で作ってるものが次なくなるとか、そういうことからなんでしょでね,ね。で、実際行ったらないから、はっっていうね、主婦も思うから、売ってるところで売ってたら買わなきゃってなるだろうし、あとチェーンメールね、俺も来ましたけど、あの、もしお子さんがかかった場合はこういうのがいいですよっていうの来たけど、すっごい長文で来たのよ。あの、昔っからしてるメイクさんから。で、そのメイクさんも昔っからしてて、今も結婚してお子さん二人いるから、多分敏感になってんだろうなと思ったんだけど、 そんなん来たから、俺もま一応読まなかったんだけど、一応返信で、こんなんよくテレビとかで、あの流行ってるけど、こんなのを送っちゃって大丈夫って送ったら、ちょっとしたらその子から帰ってきて、今友達からも、これチェーンメールだよって来ました。すいませんって来たから。ね、同じようなこうメディアの仕事してるんだから、こういうのには引っかからないようにしようねってことで本当すいませんみたいな来たけど、でもまあわからなくはないのよ。 そうそう、心配だし、あ、この津屋さんとかも子供4人もいるから、この情報を教えてあげなきゃって多分思ってくれたんだろうなと思うから。まあその辺もね、あるけど、あんまりね、ちょっと過剰になりすぎずにね、ちょっと皆さんね、あの、感染しないようにね、ちょっともうみんな、おとなしくしていきましょう。だからといって、ずっと家にいろって話じゃないんだもんね。外食してもいいわけじゃんね。ね。別にずっと家にいて、家の中でご飯食べてて、なんかこう、外でご飯食べてるの悪いわけじゃないわけでしょね、だってそれもやめちゃったらもう、経済どころかね、 お店もどんどん本当に閉店していくことになるだろうしね。あ、浅草 MJ が。いや、だって浅草自体はほら中国のね、観光客の人今来ないから。銀座もでもそうだからね。うんうん、あと、アウトレットもそうだっつってたし。うん、まあ、持っといてない。それも、歌舞伎町もそうだし、どこもそうなんですからね、今は。だとにかくこの1、2週間もとにかく耐えるってことがね、もう大変なことだなと思いますけどね。あとね、あのー、ちょっとこう、ニュースの中にもあったし、あとね、 普通おでね、メールでも来てたんですけど、まあこれもちょっと触れとかなきゃいけないのかなと思ったんで、えー、っとね、ラジオネームひまわれさん、えー、北海道の37歳。そして、えー、っと、川崎市のですね、ベイドラさんなんかも来てるんですけど、まあまあ僕とね、一緒に、一緒にというかまあ同世代のボケブラ天国でも共演していたの、フォークダンスでなるこ坂のですね、桶田敬太郎さんが亡くなってたということのね、ニュースについてということなんですけど、えー、ひまわれさんは、<coughs> え、先月、有吉さんがラジオでチラッと安田さん、まあ、デンジャラスの安田さんと話題に触れていて、安田さんが否定せずに愛つを打っていたのですが、えー、その後、いくら調べても真相はわからないまま、えー、今日のネットニュースで11月の末に亡くなられたことを知りましたと。で、ま、来てるんですけど、まあ、僕らはもう去年の年末に聞いたんですよ。で、もっと言ったらもう僕がデンジャラスの安田さんに連絡したんですよ。僕はあの爆笑問題の太田さんに聞いて、 んで、まあ、あの、やっぱ、うちの事務所で、け、おけさんと仲良かったというかね、接点あったのが、まあ、元ノンキーズの山崎さんって方と白川さんって方と。で、デンジャラスの安田さんって方だったんで。もう直接電話で安田さんに伝えて、えっって,って。マジでかみたいになってって。だから、でも、これ多分みんな言わなかったのは、これも大田さんも言ってたんですけど、やっぱあの、けいたがなって,ってやっぱそうやって、こう、話題にされることを、やっぱ、好まないというか。で、もともとだから、その、亡くなってることも言わないでくれっていう話だったから。 だからまあちょっとこう大ごとにせずにみんなもう知ってるけどちょっと黙っとこうみたいなことだったの。で、だから村田なぎさんっていうのがね、も、ま、う、あ、その前にだいぶ前に亡くなられてた時も、なんかみんながやっぱこの、まあ番組なんかで僕なんかもコメントしたんですけど、その天才だったっていうのね、ホークさんっていうのは。すごかったんだよって話とかしてて、でもそれをオケさんとかは、実はそんなに、いやなんかそういうの嫌だよっていう感じの人じゃないですか。かそうそう。いやだ、だって本当に天才だったら売れてんだからさ、みたいな。 俺、売れてねえんだからさ、みたいな。まあまあ、本当と、ここの人だったんだけど、オケさんなんかも。だかそういうの望まないっていうのも聞いてたし。で、多分これ、ニュースになったのも、実はね、先先週かな ?22 日ぐらいのね、日に、桶ケさんが今こうやってるこう、劇場があるんですけど、そこでまあ、忍ぶ会みたいなのがあったんですよ。そういうのもあったから、で、みんなちょっと静かにというかね、それで何もしないのもあれだから、やっぱさ、桶ケさんをね、こゆかりになった人が集まってって、まあちょっと僕行けなかったんですけど、まあそういう会があったりとかしたんで。 で僕だからあれですよ。それ聞いてたから、うちの事務所のその3人、ノンキーズの2人と、デンジャスの安田さんと。あとだから、初めてじゃないかな。もう、クリームシューの2人にもメールして、ネプチューンにもだからもう連絡して。だからクリームの2人は知ってて。で、ネプチューンの3人知らなかったから、そっかありがとう、つって連絡来て。でもまあまあそういうことなんで、あんまこう、言わないでくれって話してて。だから言わなかったけど、多分安田さんがいたんでしょうね、有吉にね。<laughs> そ,うそうくね。 <laughs> うん、そう。だからまあもちろんね、もうすごい方でしたよ。本当にもう、一番最初に芸能人を感じさせてくれたのは、フォーク男性ナルコザカだし、それこそ、がこうボケブラで一緒だったって言うんですけど、実は関東ローカルでね、深夜に、あの、まあ、ガハ王国っていう、 ガハーキングって番組で、勝ち抜き番組があって、うん、初代チャンピオンが爆笑問題、二代目がホープ男性ナルコザカ、三代目がマスダ・田だったんですけど、うん、そのネタ番組があって、それを深夜に移るってなって、うん、その時とかもこう一緒に出させてもらってる時に、みんなその当時だからそれこそ、カイジャリ水魚ね、うん、今の、あのー、クリムシュとか、ネプチューンとかも、みんな地下鉄で行ってたんですよ、テレビ朝日に。その時にね、ジープ乗ってたんですよ、オ田さんは。は車で来てたのよ。<laughs> 俺はもう一番最初に、あ、この人芸能人なんだなってこう感じさせてくれた人だし、あとやっぱもうセンスがやっぱすごかったし、俺、ちょうどね、ホークさんとうちらがドラえもんのネタやることがあったんねね、被って。ちょ,ちょうど当時ね。その時まあ僕はね、まあその翔平さんなんかしてるでしょうけど、あの全身ドラえもんの格好してるんですよ。わかりやすく。もう出落ちですよね。うん。ただホークダスはね、あのそのドラえもんのネタの時もね、青いタオルをこう頭に巻くだけっていうね。 なんだろ、スカジャンとか着て、普通の私服のおしゃれな感じで、頭にその水色のタオルを巻くだけなんですよ。いいよね、そう。僕ドラえもんつって。<laughs> ここのセンスの違いだよねって思って。そうなのよ。恥ずかしいよ。全身着ぐるみの俺ドラえもんの俺はっ思ってね。そういうのもあったし、もういっぱいありますからね、思い出なんかはね。うん、でももう本当 ね、ほんとご冥福をお祈りいたします。ということでございます。ね。あんまりこんな言われるのも好きじゃないだろうからな、岡田さんは、と思ってねうん。さあ、ということで、じゃあここで曲、行きましょう。えーとね、先週からのリクエストでね、たくさん来てる中で、じゃあ続いての曲はこちらということで、えっ、ー、と、栃木県の、えー、猫まんまるさん、37歳。えー、火曜日のサザエさんの曲をお願いします。あーいいね、火曜日の方ね。えー、自分が覚えている、 ものがオープニングかエンディングかも微妙で、えー、聞けば懐かしいので、どちらでも構いませんのでよろしくお願いします。ということでございます。さあ、じゃあここで曲をかけましょう。えっ、ー、と、堀江光子さんで、明るいサザエさん。さあ、えー、今週のメールテーマは、私の残念エピソードです。たくさんのメールありがとうございます。じゃあ行きましょう。北海道の25歳学生、大前イイさん、えー。僕の残念なエピソードは、育てていた鶏が僕のことを忘れたことです。<laughs> <laughs> え、鶏がえっ、ー、と、僕は寮で鶏の卵を温めて孵化させ、ひよこの頃から大事に育てていました。ひよこの頃は僕の後ろをずっとついてくるような可愛いやつだったのですが、生後3ヶ月ぐらいから僕以外の人に対してくちばしで攻撃してくるようになり、半年が経つ頃には僕にも攻撃してくるようになりました。僕は鶏、カッ名前はベリカ。 がえ、僕のことを忘れてしまったんだなと思い、とても残念な気持ちになりました。っていうね。うん、なんだろう。ワンちゃんとかね、猫ちゃんとかだったらあれだけど、鶏って、忘れるよね。多分。覚えうね。そんな、なんか鶏と人間の心温まるエピソードでやっぱ聞いたことないから、今のところ。<laughs> しょうがねえんじゃねえかな。あと名前ベリカってこれね。 多分あの、ケヤキ46の渡辺リカのことだと思いますけどね。はい。が、もう通称ベリーカって、まあと、当初ね、呼ばれてたんですよ。すはい。今、ペイちゃんと呼ばれてますけど。<laughs> なぜ今、ペイちゃんかっていうと、これは渡辺リカが飼ってる猫の名前がペイちゃんなんですよ。なるほど。だからもう、よくわかんないのが、自分が飼ってるペットの名前で自分呼ばれてるのに、嬉しいんですって。うん <laughs> だから俺がもうね、猫飼ってて、まって呼んでたら、それなら俺玉って呼ばれるみたいなことだから。<laughs> まあその辺がね、あの、渡辺リーカの謎のとこですけれどもね。それじゃあ続いて、えーと、船橋の36歳、ハニマルさん。えー、元彼が顔はイケメンだったのに鼻毛がしょっちゅう出ていたことです。えー、して、指摘すると傷つくかなと思って言いませんでしたが、えー、細かい見出しなみは大事だよなと思ったものです、というね。そっか、ハニマルさん。 でもね、それなのを言えるような仲になるのが大事ですよね。でもやっぱり言ってあげる方がいいんじゃないかな。だって鼻毛出たまま街をプラプラすることになるし、いろんなお店の人とかね、店員さんとかにも、あ、この人鼻毛出てるなって思われるわけだから。それは言った方がいいんじゃないかな。逆の方が言いづらいのかな。女性が出てる方が。ああ、そうですね。うん。だから、でも女性ってトイレ行った時に、なんかほら、鏡とかちゃんとチェックするでしょ化粧とか,か。そういう時に気づいてるとかすんなかなと思うけど。 やっぱ一番鼻毛よりもやっぱまのあの鼻くそそよいでる時ですよね。そ,うですねそよでるよってやっぱ言いづらいもんね。はいはい、うん。芸人さん同士だったらちょっと笑いながら言えるけど、うん、そうじゃなかったらやっぱちょっとそ、そよいでるねーはなんかちょっと言いづらいもんね。うんうん、あともう、皮膚ミなんても鼻毛出てるとかレベルじゃないもんね。そうですね。あ、出してるんだなって思うもんね。あそこまで行くと。<laughs> だから逆にこっちも何とも思わないしね。うんうん うん、結構おじさんたちで、ね、そういう人いるもんね。で続いて、えー、60歳の横浜市マナロワイヤルさん。えー、私の、えー、最近の私のちっちゃな残念エピソードです、えー。妻は時々創作料理だとか言って、ヘンテコ料理を私に食べさせます。えー、今日は遊歩丼だからね。なんて自信満々に言うから期待していたところ、出てきたのは、ちくわを、えー、薄く輪切りにして、卵で閉じてご飯に乗っけただけのもの。 残念、ん残念、この上ない手抜き料理でしたってすごいね、ちくわを細く薄くね、輪切りにして、卵で閉じてご飯に乗せるのを、UFO 丼って名付けたんですね。うん、なるほどね。うん、ま、でも、味かなやっぱ。なんか凝った料理でもね、全く味がしない料理って一番困りますもんね。じゃ、続いて、えー、神奈川県の19歳サンドイッチ将軍。えー、弟と二人で服を買いに行った時、弟が試着したい。 とと言ったので試着室に連れて行くと店員さんに「えー、弟さんも、えー、試着いかがですか?」と質問されましたあれは確実に僕の方を見てはっきりと弟,と弟さんと言っていました店員さんに僕が弟だと勘違いされたことがすごく残念ですはあどんなんだろうサンドイッチ将,将軍19歳でしょ見たいねどんな人なのか だって、いるもんね。あの、姉妹とかでも、綺麗な妹と、可愛いお姉ちゃんとかだと、妹さんの方がやっぱお姉さんに見えたりするしね。そうですね。うん。でも、まあ、いいんじゃない ?19 歳若く見られて。まあ、子供っぽく見られるの嫌なのかな。俺なんて中2ぐらいの時に、大将仕事休みって言われたことあるからね。<laughs> お母のサンダルで、こう、パラパラ履いてる時。え, <laughs> え 中学生ですけどって思ったしね。あとまあ、ね、これ今だからも時効でしょうけど、中学校の時ね、その親戚とかとこう温泉街みたいなとこ行った時に、当時その温泉街にストリップがあるんですね。その時と呼び込みのお兄さんにも言われましたからね。うん、どうです大将つって。うん、見てきませんって言われて。うん、え中3ですけどつったら、中学生なのって言われましたからね <laughs>、うん。それに比べたらいいと思いますよ。で続いて、えー、君津市の42歳、えー、明本42。 えー、私には、初めて彼ができた、ん私には、初めて彼ができたのは、高校生になった時でした。うん。その彼とは、えー、数々の試練はありましたが、10年もお付き合いが続きました。あら、すごい。しかし、別れは突然で、彼は、私の前から消えてしまったんです。てん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 。まだ彼のことが忘れられない私は、未だ独身貴族です。あら。そうなんだ。それで今42歳を迎えたのねあら。 えー、高校になった時に付き合ってだから1617ぐらいから付き合って10年も付き合って2730、ね、万円ぐらいまで付き合ってそれまだでも引きずってんだすごいねでもハケボン42歳にそんなこと言うのもあれだけど多分その彼も結婚してるだろうしね忘れていいんじゃないかな<笑><笑>、うん、いい人いるよ、うん、続いてラジオネーム伊勢原の熊ま,まさん44歳 先日、丸亀製麺を食べに行った時のこと。えー、僕はゲソ天が好きなのですが、ゲソ天のトレイには、えー、誰にも取られることもなく、明らかに余っている、干、えー、ひから、<laughs> ひからびた小さなゲソ天が、一つしかありませんでした。あー、なるほど。いろんなこう揚げたてのやつをどんどん持ってかれて、一個だけなんか残ってて。うん。仕方なくそのゲソ天を取り、先に進むと次の瞬間、なんと、揚げたての大量のゲソ天が、トレイに補給、補充されるではないですか。 えー、僕の後ろにした人はニコニコ顔で揚げたての大きなゲソ天を取っていました。チクショーと、あ、チクショーかと、えー、コ <laughs> 大メダユバリに心の中で叫んだことは言うまでもありませんっていう。はあなるほどね。でもなんかあるね、あのー、ね、その回転寿司とかでもね、結構カピカピになったやつも僕は食べる派だって前も話したんですけど、なんかそんなのね、なんかこうカピカピになってこれ廃棄されるのもったいないかなと思って、それいっぱい食べてたら、 なんか新しいの補充された時にね。なんか、うーんって思うことあるけど、でも俺はいいことしたんだなって思うからね。廃棄されるはずだったものを俺が全部ちゃんと食べたんだって思えるからね。じゃあ続いて、えー、市川市の、えー、カモメンライダーさん、仮面ライダーさん。えー、私の残念エピソードですが、先月財布を落とし、ついてないなとダメ元で交弁、交番に行ったら届けられていたんです。 ラッキー世の中いい人ばかりだな、と思ったら、えー、中身のお金がなかったことです。がっかりしました。ほんと残念です。えー、振り込もうと思っていた、家賃2ヶ月分返してくれって。あ、そんなに ?42 歳。かー、これ痛いね。でもまあ、その何本体というかね、お財布が返ってきただけでもまあ良かったと思わないとね。うん。 俺もありますよ。一回落として、あの、ダメ元で交番行ったら、届けられてて、俺はもうお金とか全然取られてなかったですけど、拾った方が、なんか、何割かもらえる権利があるんだよね。そうですね。そうそう。うん、で、それを欲しいと言ってると、相手の方が。うん、で、あ、はい、つって、どうしたらいいんですかつっ,ったら、その人の家に行って渡してくれって言われて、うん、共同だったかな、世田谷の。その人の家を探すのがまず大変で。<laughs> <laughs> そこからしなきゃいけないのと思って。 行きましたよ、確か俺、私に。うん。う,ね、うん。でも俺も、あ、あと、こないだ、ラジオ終わりだよ。歩いて帰ってるときに、明らかに子供の黄色いリュックが、落っこってたの。うん、通りに。多分もう、それこそ2、3歳の子が、醤油のやつだったんだけど。うん、で、あれって思って、これね、ゴミなのかなと思って、みんな、こう素通りするから。で、こう手に取って、ファスナー開けたら、お菓子、おせんべいと、ミニカーが入ったの。4、5台。うん もうこれ絶対奴にとっては宝じゃん。奴なのか彼女なのかわかんないけど。これ絶対届けなきゃと思って、近くの交番探して持ってったのさ。ほんなら、あの、書く、書か,かせられるのね。ああねこっち側の。いだからいやいや、いらんと。いや、だからもしその拾った方に、その何だかのお返しとかお礼とかって言うから、そんなのはいらんと。うん、だからもうこれ、一応届いていくんで、つって。うん、もういらん、そんなの。と思って。いい,いいつって。帰るって書いてあんだけどね、それを置いて。そうそう、あれ届いたのかな。 ちびっこの手元に。もし聞いてたね,、うん、ねもし聞いてたら。もし聞いてたら、その子の親が、聞いてねえわ。<laughs> 世代的にこのラジオ聞いてるような感じじゃねえわ。<laughs> あの黄色いリュック。さあ、ところで、ここで曲行きましょう。土田セレクトの曲でございます。え、先週ね、RG が来てくれたということなんでね、RG が大変お世話になってるこの人の曲を,曲をかけたいと思います。細川隆さんで、北酒場、アイネクス、ロティサリーマルチオーブン。 さあね、えー、こちらのですね、ロティサリーマルチオーブンなんですが、まあ、大きなポイントがですね、1台で8つの、ね、8種類の調理モードを搭載しているということです。一、えー、つ一つ紹介していきましょう。まず一つ目がですね、ロティサリーモード。これはですね、鳥の丸焼きやチャーシュー、ローストビーフなど、オーブンの中で回転させながら焼き上げます。これで表面はパリッと、中はジューシーに仕上がります。 ね余計な油を落としてね、ヘルシーにね、仕上げるっていうのもね、これはまあ嬉しいことじゃないでしょうか。そして二つま、二つ目がですね、コーヒーローストモード。これはでね、コーヒーの、コーヒー豆をね、これ焙煎するモードなんですけど、この焙煎の時間や熱のかけ方の違いによって、あの、酸味のあるね、え、浅入りから、苦味のあるですね、深入りまで。 お好みの時間で調節することができるんで、これもコーヒーマニアでは、ね、たまらないんだと思います。で、これコーヒーだけじゃなくてですね、フライドポテトやナッツも香ばしく仕上げることもできます。そして3種類目、ね、3つ目がですね、バーベキューモード。 これは、えー、串に刺したお肉を回転させながら焼き上げます。ムラなく全体に熱が行き渡って、余分な油を落としてヘルシーに仕上げます。こちらもですね、表面はパリッと、中はジューシーに仕上げることができます。えー、お、お肉以外にもですね、野菜の串焼きや小魚、焼きマシュマロの、マシュマロなんかもね、作ることができる、できます。これマシュマロなんかはね、もう子供なんかが喜んでくれると思いますよ。もう、これね、家族で間違えるな、ま、ね、家族で楽しめるのは間違いないと思います。そして四つ目がですね、グリルモード。 これはですね、野菜のグリルなどができる調理モードです。えー、フライ用のですね、バスケットやトレイを使って、えー、焼き枝豆や唐揚げなんかもね、作れるという、うん、そういうのがつきちゃうんですね。そして三つ、えっ、ー、と、五つ目が、えー、フライり、えー、料理モードなんですけど、これはですね、ノーフライヤーでコロッケ、トンカツ、天ぷらなど、サクサクとした食感を楽しめる揚げ物が作れます。 えー、ちなみにですね、これ、子供のね、おやつのね、時間なんかにはね、あの、ドーナツなんかもね、簡単に作れるっていうね、情報もありますんで、そういうのね、使ってもらったらありがたいなと思います。そして、6つ目がですね、焼き芋モード。これはね、ホクホク感のあるものからですね、ねっとり感のあるものまで、さつまいものね、種類によって、焼き加減を調節していきます。これ、お店でね、買う焼き芋がですね、お家で簡単に作れちゃうったのもありがたいですね。うん。その他にですね、え、ジャーキーなどが作れる、食品乾燥モードとか、 あと、ドライフルーツが作れるですね、ローフードモードなんかもあります。1台で8役もあればですね、まあ、大活躍すること間違いなし。ちなみにですね、手動設定モードがあるんですけど、これでですね、食パンや、お餅、カップケーキ、ピザなんかを焼くことも、焼くときにも使えます。八8つのモードはですね、LED のタッチ式ボタンで、ワンタッチで選べるようになっています。お手入れも簡単です。本体はですね、扉が外れるようになっているので、丸ごと水洗いもできちゃうというのもありがたいですね。 さあ、ということでこちら、えー、アイネクス、ロティサリーマルチオーブン。最後に気になるお値段です。ヨドバシカメラ参考価格は 27,、27,280円です。さあ、えー、8種類のね、こだわり調理メニューを搭載しています。お肉の表面はですね、もうパリッと、そして中はジューシーにね。 そんな料理が作れちゃうっいうのはありがたいんじゃないでしょうか。そしてなんと丸洗いね。もう水洗いができるんでお手入れも簡単です。ぜひご検討ください。え、今日ご紹介した商品はヨドバシドットコムで購入できます。ヨドバシドットコムでの購,、えー、購入は送料無料です。以上、ヨドバシカメラプレゼンツ土田家電塾でした。さあなんとですね、あの福岡県のラジオネーム。 でストロベリー中野さんからですね、ちょっとメール来てるんですけど、土田さん、スタッフの皆さん、こんにちは。え僕は福岡でイチゴ農家をしているもんです。日曜のへそをごに聞かせながらえ、農作業をしているんですが、えー、今年はイチゴがめちゃめちゃ豊作でした。ありがとうございます。<laughs> 俺何もしないんですけどね。<laughs> うん。お礼にイチゴを送らせていただきます。よかったら皆さんで食べてくださいということでね、あの苺をね、届いたんですけど、まあ、みずみずしい。もう好き。 ありがとうございますね。もうスタッフとね、食べたいと思います。さあ、そして、えー、こんなメールも来ておりますよ。府中市の46歳、ムパンパさん。えー、先日は伊藤司さんの、えー、少女人形をかけてくださり、えー、嬉しく拝聴しました。えー、レコードも CD も持っていないので、久々に聞けて、RG さんにも感謝です。えー、また、えー、今日はですね、丁、うん丁寧に、えー、包まれた、金消しが届きました。えー、箱は開けないで、大事に取っておきたいと思います。ありがとうございました。ということで、よかった。金消し届いたんですね。 ただまあ、バンパさんね、女性の方ですから、主婦の方なんでね。たぶ金消しの箱開けたところで、その超人が何なのか全く思えれないでしょうからね。<laughs> <laughs> 何これって思うでしょうから。<laughs> ら色だしうん。開けなくていいと思いますよ。<laughs> ね。そうなんですよ。あと、こちらも来てますね。よいしょ。えーと、智もさん、71歳、川崎市の人。えーと、毎週楽しみに拝聴しております。えー、昨年末、93歳の母が入院しました。えー、土屋つやさんの大ファンで、入院してからも日曜日は、毎週ラジコで、えー、ベッ ラジコでベッドに寝たままの母に聞かせていました。ところが残念なことに今回のコロナウイルス対策で面会ができなくなり、この放送を聞かせられません。え早く収束して母に強さの声を聞かせてあげたいですってことで。あ、そうなんだ。もう面会ができないですね。でもそうね、やっぱ高齢の方にはなるべく接触がない方がね、いいもんね、やっぱもう、肺炎ってやっぱもう、普通に新型コロナウイルス関係なくね、あの、 年を召したた方、方亡くなる方が多かったりするから、ね、うんまあでも本当あれだねこの新型コロナウイルスあれでしょ湿度も上がって気温も上がってくればウイルス自体も活動は やっぱ少なくなるわけだもんね。あ、ということでね。じゃ、この後はですね。これが嫌なのは私だけでは午後1時を回りました。改めまして、土田照之です。えー、ね、ちょっと感想メール来てるんで行きたいと思いますけど。えっ、ー、と、横浜市の52歳。朝からカツカレーさん。えー、その芸能人さんは知りませんが、ということで、あれですね。えー、さっきの、えー、釣りゲバ B の話ですね。えー、昨日その YouTube 見ました。 え僕は釣りをするので、知ってる釣りメーカーの人が、その芸能人さんに釣り方を教えるために出ていたので見ましたと。えチャンネル登録はしませんでした。てててて。ということでね。あの、この先もしなくて結構でございます。うん、<laughs> えす <laughs>、そうなんですか今からしたところでもどうにもならないじゃないですか。<laughs> あと、こんなん来ておりますよ。えっ、ー、と、世田谷区の32歳。え、ミートカーソルは広め。 え、先ほどのお便りで鼻毛の話が出ていましたが、ありましたね。私は高校生の時にクラスの女の子に鼻毛が出てることを伝えたことがあります。あら。さすがに直接的には言えなかったんで、鼻にゴミがついてるよ。トイレで鏡見てきた方がいいかも。と伝えました。女の子もさせてくれたようで、すぐに身だしなみを整えに行きました。うわーかっこいいわーこんな言い方できないよね。鼻にゴミがつ、鼻にゴミがついてるよ。トイレで鏡見てきた方がいいんじゃないつって。うわ。 出てますけどみたいなやっぱこっち行っちゃうもん <laughs> あれっつって、うん、バリさんじゃないですかっつって <laughs> 3出てますの2かななんつってね、うん、そ,れでそうやっていじっちゃいけないんだよねそうそうちゃんと真摯にねそういうこと言わないとさあそれではこちらのコーナーに参りましょうこれが嫌なの私だけ僕は嫌だ店員さんに両手でお,お釣りを渡されるのが嫌なのは私だけ え、レジの列で後ろの人の距離が近いとイラッとするのは私だけ。などなど、あなたが日常で地味に嫌だなと思っていることを教えてください。変わり者なのか、普通なのかね。皆さんで一緒にチェックしていきたいと思います。これが嫌なの私だけ。こちら。えっ、ー、と、川崎市の49歳。あじゃジャッジじゃあ。アジじゃャッジだ。さん。えー、初めてメールします。パソコンを操作中にエラーが発,、えー、発生した際のメッセージがとても嫌です。 え、以下の問題が発生しています。の、あと、映画がず、英語がずらり。以下がわかんねえよ、っていう。<laughs> 日本語で説明してくれよ。と、心底思います。なぜ、いつまでも完全日本語版のパソコンが開発されないのでしょうかって。はぁ。俺、パソコン触ったことないから全然わかんないけど、そうなんだね。なんか俺も、ほら、もう iPad なのよ。ぐらいしか持ってないから。 もうなんか変な風になったら、主電源切れみたいな感じで教わってるから。もう、落とすっていうね。両方のボタンをグッと押して、もやつを一回落とすっていうことしかやんないけど。パソコンとかね、なんかデータとかがなくなったら困っちゃうとかね、消えちゃったら困るとかってね、みんな言うもんね。俺別に iPad のデータ消えても何とも思わないからさ。とにかくもう落とすっていうね。うん、そうなんだ。大変なんだね。でも、わからなくない。なんか。 以下の問題が発生していますの、あと英語がずらっとですら、それはたまったもんじゃないわ。それは嫌だわ。これみんな嫌じゃないだってわかんないもんね。英語できる人の方が少ないからね。で続いて、伊勢原市の S403、54歳男性。えー、会話をしていて、ワンチャン、などと、若者言葉を使う人が苦手です。えー、僕ら世代には、えー、王選手が浮かんできます。あ、ワンチャンね。あ、王選手のことをね。はぁ。 ワンチャン。もう一回チャンスをってことですかまあ、チャンスがあるとですね。ああ<ー>、うん、ワンチャンあるからみたいな。一、はい、回チャンスありそう。そっか、S40354 歳なのに、周りの人、若いっすね。ワンチャンとか言われたことないかな。うん、ただ、やっぱもう前も言ったけど、その、ラインの帰りの、あの、了解の理っていうのがね、やっぱ嫌ですよね。うん。うん りって来たらもう、俺もわけわかんない。もっとか怒りますしね。うん、そうすると向こうも帰ってくるしね。何それみたいな。まあまあとはまりやがってと思いながら。で続いてえ、北海道の25歳、大前イイさん。カラオケでキーを変えて歌うのが嫌なのは私だけですかはあ、難しくない原曲で歌うの。そういう人を見ると原曲キーで歌えよと思ってしまいます。はあ、そりゃ声高い人はいいけどね。原曲のキーで歌う ま歌えるのもあるけど、歌えないのもあるもんね。うん、いやでも本当最近、この間もカラオケ行ったんですけど、一曲も歌わないですね。やっぱ、もう。そうですね。うん。本当の同世代とじゃないと、やっぱカラオケ行っても楽しくないから、歌わないよね。やっぱもう、ースだと、棒歌ってもなんか、はぁ、あ、みたいな顔してるしね。<laughs> うん、なんかあのー、だいぶ後輩とかがこう、こっちに気遣って、知ってる、 古い歌を歌おうとしてるのも嫌だしね。うん。それを俺らにしてみたら、古くねえし、みたいになるし。ね。うん。うそうそう。でワンズとか歌わねえんだ俺ら世代は。っていうね。うん。あるからね。キーね。原曲キーか。うん。じゃ、続いて。えー、伊勢原の熊間さん。44歳。僕は人と話しているときに、えー、手でペンをくるくる回されるのが嫌です。はぁ。まあね。あるね。 え、先日ちょっとしたことで病院のえ検査入院することになり、えー、病院の事務員さんから入院の案内を、や説明を受けているときに、30代と思われる女性の事務員さんがずっと、くる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 、くるくる,くるくるとペンを回しているのです。最初はちらちら見て、気づ、えー、気づかないようにしていたんですが、あまりにくるくる回してくるので、思いっきり睨みつけて、やっと気づいて回すのをやめました。津田さん、これって嫌じゃないですかっていう、確かに。これはでも、これ接客のね、 仕事がそのクルクルは良くないですよね。うん、もう病院とかだからまだちょっとあれなのかもしれないけど、なんかデパートとかでお客さんと対面してる販売員の人がクルクルしたら多分ちょっと上司とかに相当言われますよね、これは。クルクルね。ああ、なんか、あれ何なんですかクルクル回すの。しかも何種類かあるじゃないですか。流行った感じですか、ね、流行りましたね。僕も一個できますけど。うん 何なんですかね俺今やんないなと思ったけど、今ペンを持つことがないからですね。なかなかね。ないですね。本当、ね、今ボールペン持つのはこの番組の本番前ぐらいですね。読めない感じに振りがな振るっていうね。<laughs> うん、それぐらいですね。ですうん、じゃ続いて。えー、川崎市の、えー、ジャスミンとベルさん42歳。えー、すぐに人を S か M で決めてくる人がイラッっします。うわえー、そもそも、えー、質問の意図がわからないし、えー、結局、エロい話がしたいだけですかねっていう。な,なるほど。 ね、なんだろ別にエロい話がしたいわけじゃないけど僕らはだからこうアイドル番組とかやってるとそういういじりしますよ僕はうんだからってそっからアイドル番組でエロい話なんかしないしねうんそうねなんか話のなんかきっかけだったりとかなのかなうん別に S と M がエロいでもないわねサディストなのかマゾなのかどうでしょ うんまあ、一つのきっかけなんですけどね。じゃ続いて。えー、川崎市の、えー、クローバーさん39歳。えー、こっちがデスクで、デスクで仕事をしているときに、マグカップ片手に、ニヤニヤ近づいてきては、最近なんか面白い話ないのと、聞いてくる上司が嫌です。これはもうマグカップ持とうが何だろうが、多分その上司のことが嫌いなんだって。えー、こっちは仕事に集中しているんで、突然言われても困るし、芸人さんではないので、3日に一度言われても、 ネタのストックなどないしえ、その割に無理やり同僚の噂話など、え、話してあげても、ふーんと、大して面白くもなさそうな顔で去っていくので余計イラッとします。どう対処したらよいでしょう津やさん助けてくださいって。ああ、そうなんだ。まあでもそうね、上司の方が来てなんかマグカップ持ってニヤニヤしながら、どう最近面白い話ないのそら。逆にないっすかって聞くから。<laughs> 面白い話。例えば逆にっ、つって。ちょっと一個ください。 それに似,似合うような話をちょっとこっちでも、ちょっと考えますっ。うん、って言いながら作業しながら、その先輩の話聞いて、あーその手の話ないっすね。うん、またお願いします。<laughs> そうしちゃうかな。ね。やっぱそこはやっぱツッチのね、性格の悪さ出ると思いますね。で続いて、千葉県の32歳女性、ペン、ペンギン先輩。え数人でたわいもない話をしてるときに、で、落ちはと言ってくる人が嫌です。ああ、えー、 そこから盛り上げてくれるなら、まだ良いのですが、その技量もないのに、やめてほしいです。すべての話にオチを求めるってどう思い、どうかしていますっていう。そうなんだよね。だからこれはほら、芸人さんのやり取りの真似なんだよね。うん、でその芸人同士で話してて、あ、オチがある話なんだろうなと思ったら、なぎ来て、いや、オチはっていうのはあるけど、一般の方で、それは、確かにちょっとおかしいと思いますよ。 うん。まあ、とあるね、芸人さんが昔、あれでしたね、居酒屋さんで、僕らもまだ若かったですけど、あの、隣でね、大学生がすっごいはしゃいでて、全然面白くないな、ことで盛り上がってる時に、襖をバーンってあげて、プロの前ではしゃぐなって言って人いましたけどね。うん。そんなことを言えるほど俺ら売れてねえしなっていうね。うん。そんな言うほど俺らも面白くねえしって思いながらね。うん。いいじゃないか、向こうは向こうで楽しんでるんだから、ね、でまたその方も、ね、酔っ払ってたんだと思いますけどね。じゃあ、続いて。 あ、伊勢原の小浜さん、またね、44歳。映像編集関係の仕事をしている知人の結婚披露宴に行った時に、二人の慣れ染めを映像でえ見せられた時に、仕事からなんでしょうが、やたら凝った映像を見せられるのが嫌です。はあ、おそらく会社のみんなでえ張り切って作ったのであろう映像え。外でのロケまでしていて、プロが撮って、プロが作っているので、出来は良いのですが、 それを DVD にしたものを、えー、帰りに渡されても、てん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 。二度と見ないし。<laughs> 津菅田さんは芸能人なんでこういうことよくあるんじゃないですか。ああ、どうだろう。でも、あれなんですかね、芸人さんの結婚式とかってやっぱスタッフ来たりするから、仲のいいスタッフの人が編集してくれたりもあるんですかね。うん。どうなんだろうね。あんま、なんかその映像とかどうこうよりも、その、いる客、客というか、人たちにびっくりするときあるじゃない キョンキョン来てんじゃんとか、そっちの方でやっぱ盛り上がっちゃうから。ね、あ、あとま、なんかね、あの、仕事終わりで、私服で来てる人とかね、うん,うん、いやいや、着替えて来いよとか、<laughs> 持って来いよスーツとかね、なったりとか、うん、うわ、あの女優さん綺麗だなとかはあるけど、映像ね、でもあれじゃない、一般の人とかってやっぱ挨拶が嫌じゃない聞くのも、 結構ね、長くて上司の挨拶とかも長くてめんどくさいし。あれちょっとこう短くサクッと乾杯の挨拶とかしてくれると、ちょっとかっこいい上司にも見えるし。あとやっぱね、その、まあ、良かれと思ってやって、一生懸命努力してきてるんでしょうけど、こうみんなの出し物とかね。まあ去年あたりだったら USA とかなんですかね。うんまあそういうのとかもね。もう5時間練習してこいと思う時ありますよね。もうちょっと揃えろよとか。もうちょっと選抜メンバーでやってほしいとかね。うん。5人中3人ダラダラだとさ。 だったら、あの、うまい二人だけでやればよかったのになって思うしね。はいはい、うん。まあ、そんなのもあったりしますけど。まあ、でも、ま、一緒に一度のね、もう二人のね、お祝いの席なんでね。まあ、みんな多めに見ましょうってことでございますかね。さて、といったことでね、え、こちらのコーナーメール募集しております。メールはへそアットマーク 1242.com までです。土田照之日曜のへそでは、あなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスは、 へそアットマーク 1242.com へそアットマーク 1242.com へそのスペルは HESO ですあなたからのメッセージお待ちしています懐かしいと叫びたいキープ <laughs> <laughs> いやとにかくね懐かねね懐しいものは大好き過去ばりり振り返る男土田がですま、ね、ず懐かしいと叫んじゃうような昔流行っていた遊びテレビ食べ物おもちゃ人物などについてリスナーの方からたくさんメールもらってるんですけど毎週ねキープ部分が出るんですよあま読めなかったやつがそれキープしてるんですけどでも結局毎週翌週に来た新しいやつ読んじゃってるんでキープがすげえ溜まってることに気づいて、えー、古いやつはですねその辺なんかも読んでいきたいと思いますはい え、じゃあ、千葉県の四日い同士の50歳、えー、ちぃぱっぱさん。小学生の頃ランドセルを背負ったまま、えー、深くお辞儀をすると、ランドセルの留め具、留め金が、えー、はまってなくて、教科書やノートをぶちまけてしまう友達がいました。これって懐かしくないですか私の妹は、えー、学校にある池を覗いていて、池に、おっこどし、おっこどしたことがあります。おっこどした うん。だからもうこんなんはよくありました。だってわざとやることもありましたもんね。んあのブランブランにさせといてね。おじ儀して、わざと全部出すなんてね。いやー、あのランドセルって、いいよね。うん。<laughs> あれなんか、海外からちょっとおしゃれだと思われてるんでしょあなるほどね。なんかね、あの革のバッグっていうかね。あ、ないもんね。あとなんか、なんか日本のおしゃれさんがあれね、大人で背負ったりなんかしたりとかね、あったりとかしたって言いましたもんね。うん、確かに懐かしい。 続いて、えーっと、埼玉市のシンガーソングライダー20歳。砂利道で自転車でドリフトするのって懐かしくないですかってわかるわ。これやっぱもうポイントは砂利道だよね。うんうん、砂利道だのズーってね。あの仮面ライダーが登場してきた時みたいな感じでね。<laughs> ガレレーってやるやつね。好きだったわー。で、転んでね。膝びっくりするぐらい擦りむいてね。絶対できないやついるからね、あれね。<laughs> やっぱ砂利道だっらやっぱ転んだ時の衝撃がすごいからもう。 膝と肘がさ。で、あの当時も家帰るとすぐ赤字につけられちゃうからさ。<laughs> 母親に。血なのか赤字なのかよくわかんなかったりしてたからね。うん。じゃ、続いて。平塚市の47歳。天使の千子さん。学校の掃除の時間。放棄の絵を手のひらに乗せて、あ、手のひらに乗せて、バランスを取り。はいはい。どれだけ長くほうきが倒れないのかって遊び懐かしくないですかやったね。掃除の時間でさえ、放棄一本でも遊びにしてしまう昭和の子供ってすごいですよね。っていう。確かにそうですね。 なんも遊ぼうもなくても何かしらをおもちゃに変いてるっていうのがね。だって手のひらどころか俺は普通にあの小指とかにも乗せれましたからね。大体もう指にも乗せてましたし、永遠にできたんじゃないかな。うん、で、あれでちょっとこう短めのやつの方がちょっと難しかったのかな。ああそうですね。ね。うん、でやってて、ちょっとこう一回転させようと思って、グリーンってやったらそのまま蛍光灯にぶつかって割れてね。パリンってなって、キャーってなったけど、びっくりするぐらいの速さでそれをみんなで片付けるっていうね。 で先生が、あの、蛍光灯が一本なくなってることに気づかないっていうね。うん。そんな思い出もありますね。懐かしい。じゃ続いて、板橋区の51歳。左中間真っ二つ。えー、モノマネ王座決定戦で、女四天王って懐かしくないですかっていう。ああ。津田さんは思い出せます、思い出せますかえー、松井直美さん。松本明子さん。あと二人どうですかっていう。あ、思い出せますかと。えー、正解は、篠崎、えー、ま、まみさん。 そして、し、篠塚だ。篠塚、えまゆみさん。そして、篠崎みちさんです。あ篠崎みちさんね。あの、太ってる人ね。えね、ー、歌が上手い人、笑わせて引きつける人、超面白かったですってことで。そうなんだよ。で、この1年後ぐらいに、篠崎みちさんが抜けるんだよね。で、え斎、ー、藤ルミ子さんとか、が入るのね。しじみとサザエみたいなね。で、あとしじみさんとコンビ組んでね。やるのよ。で、そのしじみさんが今、あの、沖縄の、 あの那覇のキャバクラ街の松山って街の、ちょっと外れでしじみんちゅうっていう、の、バーやってる非常に詳しい。はい。だって、沖縄行くとしじみさんのとこに挨拶行ったりするから。<laughs> えー、そうそう、しじみさんがね,ね、あの、やってくれるんですよ、ステージを。なるほど。そうそう、キョンキョンとか。 <laughs> いいのよ、しじみさんつって。座って飲もうよと思うんだけど、ショーをね、やってくれるんですよ。あとね、前の時はね、そこで働いてた、ね、中本孝二中ってやつがいてね。うん。<laughs> 全然あの、物真似やる気ないんだけど、見た目がとにかく中本孝二さんに似てるってだけで、やらされてるんですけどね。うん。ちなみに中本孝二中は今ね、その店を辞めてね、確かね、石垣島にいるはずです。うん。うんじゃあ続いて。えドスコイ六元バッカさん、38歳男性、宮崎県。えテレビ番組でプレゼントの、えー、応募やメッセージを呼びかけるときに、出演者が、 え、当て先はこちらと言って、あ、えー、当てぶりでテロップの、テロップに、えー、人差し指を向けるのって懐かしくないですかそうね。だからこの空中のところにね、手をやって、当て先はこちらみたいな。今はネットで番組名を検索すれば、メールアドレスや、えー、ツイッターアカウントが出てきて、えー、そのままメッセージを読まれますが、昔は数秒しかない画面に出ない、え、番組の当て先をメモるのに必死でした。そうなんだよね。すぐ消えちゃうのよ、当て先が。 そしてこれで同じのが来てますよ。埼玉県のラジオネーム、チェーンギャング5さん26歳。僕が懐かしいと思ったのはテレビ番組のエンディングの方で、出演者が、プレゼントはこちらまでと言って、画面の上に出た宛先を指さすやつです。ここはね、やっぱね、年代の違いが出てるんですね。うん、今はプレゼントの募集方法もはがきではなく SNS などに変わってきて、こんな感じの公共もなくなりましたけど、えー、文字にすると難しいですが、土田さんに伝わりましたかって言えば、まあ、伝わりますよ、もう。 だか二26歳だとやっぱ当て先はこちらで上なのね、画面の。指さすところが。で、38歳ぐらいになると当て先はこちらでやっぱ画面の下を指すからね。やっぱ40代も下指しますね。当て先はこちらで。うん。懐かしい。なったね。続いて、入間市の36歳、三長さん。ひろみさんのロン毛が懐かしいですっていう、ねうん、ピンポイントでいじってきたな。確かボケブラの時代にやっていたと思います。 えー、恐れずに言うならば、正直似合ってなかったような気がして、今の髪型の方が全然いいです。まあ、だ流行りもね、あってあの頃はあの、ロン毛ブームだったから、そうですね、もう誰彼構わずロン毛だったのよ。で、ヒロミさんがね、まあ司会だったから、司会のヒロミさんがまずロン毛でしょで、さっきもね、冒頭出てきたあの、デンジャラスの安田さんもロン毛だったのよ。うん、で、あの、アニマル定団のコアラね。うん、コアラもロン毛だったのよ。そう。で、テイクツのアズマックスね。うん、アズマックスもロン毛だったのよ。 俺みんな嫌いだった。<laughs> みんな似合ってなかったか。あ、漫才師の森さんは、まあ、森さんでも、あ、でも最初、ロングじゃなかったか。そうですね。ね、昔はね、ライブとかで一緒の頃は、大川工業ね、漫才師。とにかくだ、そんなん言ったら大桁さんもそうだよね、ちょっと長かったりとかしたよね。う,よねうん。まあまあ、大川と、まあ俺もちょっと長かったしね、あの頃は。そうなんだよね。 だから、毛量が多いそのロン毛ってあんま似合わないよね。なるほど。うん。つるんとしてない感じ。そうなのよ。いや、本当に俺も、でも一番嫌いなのは、やっぱデンジャラスの安田さんのロン毛。<laughs> 一っちゃ嫌いだった。<laughs> 本当に嫌い。<laughs> <laughs> なんかやだったな。<laughs> あ、じゃあ最後でね。じゃこちら。えー、サイ、サイコロメロンさん。千葉県の48歳。えー、自分らが子供の時、新聞の地方欄に、県内の高額納税者の表が掲載されていましたよ。 よね。国会議員やスポーツ選手や大きな会社の社長さんとか、それを見て、あの有名人何しに住んでるんだって思ったもんでした。へえー、そうなんだ。めちゃめちゃ個人情報ですね。うん、いや、怖いよね。でもなんか言うもんね。あの、プロ野球とかのファンレターの宛先で、当時プロ野球選手の住所直で書いてあったとかね。選手名館ね。あ、選手名鑑か。うん、そうだそうだ。ね。ほんと個人情報、ひどいもんね。さあ、じゃあこの中で対象選びたいと思いますけど、どれにしようかな。 みんな良かったな。もうなんか、えーと、これ12月、これ1月、12月。一番古いのにあげようかな。一番古いのだと、あ、今回だと11月かさあ、ということで、じゃあ、えー、サイコロメロンさん、千葉県の48歳。ね、えーと、ちなみに11月16日に送ってくれたね、メールですね。えー、個人情報が丸出しのですね、高額納税者とかの欄が新聞に載ってたよって話でございます。じゃあ、こちらにはですね、よいしょ。 じゃあ、先週に引き続き、金消し送りたいと思います。さあ、こちらのコーナーもね、メール募集しております。宛先はヘソアットマーク 1242.com までです。さあ、じゃあ曲いきますかあ、じゃあ曲。じゃあこちらですね。先週リクエスト来てました。えーと、神奈川県の19歳サンドイッチ将軍から来ました。僕は安全地帯のジレッタイが懐かしいです。僕が小学校1年生の時に自分で初めて買った CD が安全地帯でした。マジで。レジでは店員さんに何度も 安全地帯で間違いないですかと、しつこく質問されました。その CD の中でも、中でも、ジレッタイが大好きで、この曲を聴くと店員さんとのやりとりを思い出します。ということで、じゃあね、リクエストにお答えしてかけましょう。安全地帯で、ジレッさあ、えー、今週のメールテーマはですね、私の残念エピソードです。じゃあ行きましょう。えー、と、最初はこれ、白柳哲子さん。えー、私の残念なこと。それは、ナイキのスニーカーが全く合わないことです。 店に試し履きに行っても、ナイキのスニーカーだけはどこか当たって痛くなりそうだったり、いいなと思って買ったものでも、くすずれを起こしてしまいます。なので、厚底も履けそうにありません。あら、残念。あまりに合わないのですが、ニューバランスだけはなぜか履けます。でも先週、RG さんの、えー、言ってた、他、えー、ほ、ほかお、ね、お、履け、ほ、ほおね履けほほね、が気になっています。 調べたら、金糸町や秋葉原のお店が取り扱っているようなので、えー、コロナが落ち着いたら行ってみようと思っています。確かに、実はね、俺もすっかり忘れてたわ。いや、でもあるんだよね、その、やっぱ、あの、人の足の形によって、そのメーカーの形が合う合わないが。俺は本当にアジダスが好きなんだけどね、あんまり合ってないんだと思う。<laughs> 実はね、多分アシックスが合うんだと思うんだよね。う そ,ろそろ心ののスポンサーを変える時なのかもしれませんよねうんあとミズノもねランバードもちょっと合うんでやっぱり日本人の足なんでしょうね <laughs> うんじゃあ続いて福岡県のストロベリー中野さんあストロベリー中野さんねありがとうございます博多天雄えっ、ー、と東京で働いている友達がリ,リストラされ銀座のチアガール居酒屋に通いまくってると聞いて残念だなと思いました <laughs> え辛すぎて行ってるらしいのですがここに行くとものすごく応援してもらえることから、えー、自己肯定感が高まってすごく気持ちいいそうですえそこに行くならハローワーク行けよと思いましたってなるほどそうなんだやっぱその辛すぎる現実からやっぱ逃れたいからまあ俺も行ったことないけどチアガール居酒屋ってのがあるんですね応援してくれるんですかね店員のお姉さんがね行ってみましょう今度ね えー、新宿カーバイの金木をあたり誘ってね、行ってみたいと思います。じゃあ続いて、埼玉市の47歳、三橋のマイケル。えー、サッカー好きな私は、ベッカムがかっこよかったので、ベッカムヘアーにしたことがあります。行きつけの散髪屋さんのおじさんに、ベッカムの写真を見せて、ソフトモヒカンをお願いしました。しかし出来上がると、ベッカムではなく、北斗の剣に出てくる、ケンシロウにすぐやられそうなキャラでした。友達からは、ヒデブというあざ名をつけられました。あら、残念ね。でも、これ正確に言うとね、ヒデブはモヒカンではないんですよね。 ヒデブはハートなんでスキンヘッドなんですよ。なるほど。はい。だから、まあでもよしとしましょう。続いて、広島県の、えー、変化球メガネさん、22歳。僕は昔から、顔が残念だね、とよく言われます。すごいね。<laughs> 以前から、スタイルはいいと言われていたため、なるほど。顔さえ良ければもっと持つは,はずなのに、と。顔が残念なせいで、周りからは、えー、もったいないね、と言われます。だからもう、我々の周りでいうところの、えー、千原誠二さんと一緒ですね。 聖児さんは、まあ、モデルみたいなね、スタイルなんですよ。本当にね、体だけはね、最近ちょっとおじさんなんて太ってきたけど、本当に細くて、足長くて、肩幅もあって、かっこいいからしいんです、まあ、ね、とにかく顔が残念だねって言われたのは聖児さんですからね。うん。でも、じゃあ続いて。網走市のつくね51歳、えー。51歳なのについつい食べ過ぎてしまいます。残念なことね。えー、昔から白米が好きで、今でも丼飯2杯は毎日食べています。わあすごい。 え、昨日もすき家の牛丼がペイペイで支払うと40%還元だったので、ほぼ毎日、昼は牛丼大盛りを食べていました。食欲あるのは健康の証と勝手に自分に言い聞かせています。まあでもそうね、51歳で、でもいっぱい食べてもその分ほら、動けばね、問題ないわけですから、動きはいいっすよね。うん。じゃあ続いて、神奈川県の、えー、松間松曲花さん。 私の残念なものは、最寄りの駅です。とても完静で住みやすい駅だと思いますが、完成すぎるようです。雑誌なので、沿線特集などを組まれると、隣の駅までずっと前駅なんかしらの情報があるのに、私の最寄り駅だけは飛ばされたりしています。チェーン店のリストにも、私の最寄り駅だけなかったり、そういうのを目にするたびに、残念な気持ちとともに、少し悲しい気持ちになります。まあ、確かにね。 完静な住宅街っていうのとね、寂しい住宅街って紙一重ですもんね。そう,ですねうん。何にもないのもね、ちょっとね、不便だったりするもんね。あ、じゃあ次、ラストでございます。じゃあこちら。えっ、ー、と、死難学の47歳、高安戸哲さん。えー、知り合いから犬を預かった時のことです。その犬が家族には懐いているのに、私には最後まで懐かず、えー、私が帰宅しても知らん顔していました。 嫌な犬でしたって。<laughs> <laughs> <laughs> 言い方。最後ね。これがオチですね。最後でした、ね。ことねということで、たくさんのメールありがとうございました。土田照之、日曜のへそ。さあ、エンディングでございます。ということでね。えーと、来週のですね、日曜のそのメールテーマですけれども、まあ、今ね、まあ、コロナウイルスの影響でイベントが中止になったりとか、あと外にね、出かけられない人もね、多いかと思いますので、来週のメールテーマはですね、おうちでの楽しみです。ね。 家での楽しみ。例えば、今家族でババ抜きが大ブーム。トップはおじいちゃん。えー、来週プレイオフが、え、プレイオフ進出者が決まりますとか。すっごい盛り上がってんだこれ。えー、続いては、えー、何家族旅行を中心にしたので、そのお金でテレビを購入。60インチ最高ですとか。 えー、あまり大きな声では言えませんが、進行なので、夜は楽しみです、などなど、今ですね、こんな時だからこそ、あなたがですね、家で楽しんでいることを教えてください。えー、さらに来週はですね、なんとゲストに、えー、柴田理恵さんがスタジオに来てくれます。急に決まったということは、舞台の告知だな、これ。えー、柴田理恵さんへの質問もなどもお待ちしております。えー、宛先は、へそアットマーク 1242.com。おはがきの方は、郵便番号100-8439日本放送、土田テレビ日曜のへその係までです。 さあそうしてなんかね今何してるメールも来ておりますえ香川県生チュアボクサー16歳高校生だねえー、っと僕は今母親が仕事なので昼食の昼の、えー、焼きそばを作っていますコロナの影響で長期,や長期間休みになるのでこの機会に料理の腕を上げて、えー、将来に備えていきたいと思いますあらいいんじゃないねだって2週間ぐらい休んだりするんだからその間に料理ね上手になったりして将来のために確かなるからねうんいいよいいよ そういえばね、このイベント中止で言うとね、毎年恒例でね、我々もですね、あの、東日本大震災のチャリティーイベントね、アズマックスが中心でやってたんですけど、ちょっとやっぱもうね、こういう感じなんで、ちょっと延期しようということで、なんか春先かぐらいにね、多分やると思いますね、3月はね、ちょっとやらないということで、あと太陽様を囲む会っていうね、ライブ、上島竜兵をね、囲んでお酒を飲みながらやるライブがあるんですけど、そちらの方もね、 中心になったりとかいうこともあるんですけども、その辺についてはね、またね、来週細かくね、話したいと思います。まあ皆さんね、コロナウイルスだけじゃなくてね、インフルも流行ってますし、風も流行ってると思いますんでね、その辺気をつけてくださいね。手洗い、うがいなどは忘れずに。それでは